えー、それではですね、えっ、ー、と、次のセッションですね、えっ、ー、と、MySQL 開,、えー、開発最新動向ということで、えー、日本オラクルの山崎が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、今日はですね、MySQL の開発最新動向で MySQL の改善点変更点、MySQL ヒートウェーブなどと書いてるんですけども、えっ、ー、と、その改善点変更って、 変更点や、えっ、ー、と、MySQL Heat Wave に関する最新情報をお伝えするより前に、ちょっと一個ですね、非常に重要なことをお伝えしないといけないので、えー、このアジェンダの一番目に入れてるんですが、MySQL 8.0.29に関するですね、ちょっと重要なお知らせがありますので、ちょっとまずそちらをご紹介させていただきます。はい、えー、この MySQL 8.0.29というバージョンは、あの、 今、最新のマイナーバージョンはですね、8.0.30というものなので、一つ前のマイナーバージョンなんですが、えっと、実はですね、ちょっとクリティカルなバグが見つかった関係で、現在ダウンロードできなくなっています。で、もしですね、今、あの、8.0.29の環境を使われている方がいらっしゃれば、8.0.30ですね、 え、こちらへのアップグレードを強く推奨させていただいておりますので、もしですね、あの、現在8.0.29使われてるっていう方がいらっしゃればですね、ちょっとこの機会にバージョンアップ、アップグレードですね、え、こちらをご検討いただければと思います。ちょっとスライドの方にですね、この8.0.29のリリースノートのところを抜粋して引用してますが、リリースノートのこの一番最初にですね、まあ、インポータントという形でこの案内が載っておりますので、え、ちょっとですね、あの、気を つけけていいただければと思いますで、ちなみに8.0.29っていうのは、ここに載ってるように、えっと、今年の4月26日にリリースされたバージョンになってます。で、その後ですね、7月に8.0.30がリリースされてますので、まあ、その4月から7月ぐらいの間に、あの、マイアスケル8.0の環境を構築された方とかですね、ちょっと特に、あの、バージョン一度気をつけて確認をしていただければなと思います。 で、えー、現在の最新バージョンはこの8.0.30というバージョンで、こちらが今年の7月の26日にリリースされております。で、えー、そして、えー、続いてですね、あの、マイスケール8.0での、えっと、ここ、あの、数年、最近でのですね、主な改善点、変更点っていうのをいくつかご紹介していこうと思います。 で、こちらのスライドはですね、あの、セッションの時間の割にちょっと多くなってまして、あの、ちょっとな、あの、えー、大きめのところを説明して、あの、ちょっと説明をするス,スライドも何枚かあるかなと思うんですが、あの、後日、えー、こちらですね、あの、資料の方は、あの、OSC 広島のサイトで公開しますので、えー、またあの、あの、細かいところはですね、ダウンロードしていただいて、ご確認いただければと思っています。 はい。で、えー、ここ数年でのマイスケール8.0での主な改善点変更点ということで、まあ、ああの、こう、リストして年表的な感じでちょっとまずまとめてるスライドがあるんですが、まあマイスケールですね、あの、基本的に年に4回マイナーバージョンというのがリリースされますので、えー、このですね、えー、2020年の頃ですね、8.0.202122というのがリリースされたんですが、その後ですね、えー、 2021年に8.0.2324とこういう感じでリリースされていってます。で、ちょっと8.0.24に関しては、あの、ちょっとですね、結果不正というのが起きてしまうような致命的なワグがちょっと見つかったので、8.0.24リリースした後直後にですね、8.0.25リリースしていますので、ちょっとここを、あの、 先ほどですね、基本的に年4回って言ったところが、こう、あの若干こういうのでずれたりしているような場合、例外も一部あるんですが、えー、こういう感じでリリースをしてますと。で、そしてですね、ここまあ,あの、過剰書きでダーッと、あの、リストしてる感じになってますが、この色を変えているところに関しては、MySQL Server 本体ではなく、MySQL Shell というですね、新しいクライアントツール。こちらの、 機能改善点になっています。で、このですね、8.0.24がリリースされた後も、25がすぐに出て、2627、282930という形でですね、こう順次リリースをしていってます。で、えー、ここで、まあ、過剰書きでザーっといろんなものをリストしてますが、あの、この中でも、あの、比較的、えー、こう、えー、大きめの、あの、 機能追加変更点であったりとか、あのユーザーさんにとってまあ便利そうなところとかをですね、いくつかピックアップしてスライドにまとめてますので、続いてはその辺の話をしていこうと思います。はい。で、えー、まずレプリケーションに関連するようなところですね、あの、マイスケルやっぱりレプリケーション機能非常に人気が高いので、このレプリケーション周りでの機能改善っていうのはですね、あの、非常に活発にされてます。 で、えー、そしてですね、この8.0.17というバージョンで追加された機能なので、まあ実は結構前からある機能、3年ぐらい前からある機能なんですが、ちょっとまだ、あの、私の感覚として認知度がちょっと低いかなと思っているので、あの、ちょっとこちらもアピールさせていただきたいと思っているんですが、あの、クローンプラグインという機能がですね、実装されてます。で、この機能すごく便利で、こう、マイエスケルサーバーの複製を、あの、簡単に 作れるんですね。こう、あの、こういう Chrome プラグインを使わないで複製をあの作ろうと思うと、まあ、あの、分かりやすいやり方としては、まあ、データベースも完全に止めてしまって、で、データベースを構成している OS のファイルを丸々コピーしてみたいなんですね、そういうことをやったり、あの、できるんですが、えっと、まあ、そういう作業、 ですね。あの、まあ、手順的に何かこう間違ったりすると、あの、ややこしいですが、このクローンプラグインであれば、まあ、あの、コマンドを打った、打ってですね。で、えも、ー、う、あの、表示されたプロンプトで適切な、あの、ものだけ入力すれば、もう、その後は勝手にコピーを走らせてくれると。コピーをして複製を作ってくれるっていう機能で、まあ、例えば、あの、レプリケーションの環境を作るときなんかに、最初に、 マイスケルサーバーの複製を作ってですね、現在のサーバーの複製を作って、で、同じデータベースの状態を作ってからレプリケーションの設定をするっていうようなことをやりますが、じゃあその、まず最初に複製を作るっていう作業もですね、このクローンプラグインを使うと非常に簡単にできますので、この機能、あの、かなりおすすめですので、ぜひ、あの、まだ触ったことがないよっていう方はですね、この機会にクローンプラグインも試していただければなと思っています。 で、そしてですね、えー、レプリケーションの機能の中で、このイノデイビーレプリカセットっていう機能が8.0.19というバージョンで出ています。こちらは、MySQL のレプリケーションの中でも非同期レプリケーションと言われる方式のレプリケーションの環境を簡単に構築できるという機能です。で、えー、実はこの、まあ、イノデイビーレプリカセットよりも前に、もっと前からリリースされている機能として、 m y s、えー、q l の inoDB c l u s t というですね、高可用性の構成を簡単に取れる機能っていうのが、あの、だいぶ前からリリースされてるんですが、あの、まあ、その機能の、強、えーまあ、大的な機能という表現でいいのかどうかあれなんですが、あの、inoDB ラスターっていう機能はですね、ここ、あの、スライド左側にですね、 え、こう、m y s l のレプリケーション、m y s l ルーダー、m y s l シェルっていうふうに書いてあるんですけども、あの、この、ここの m y s q ルレプリケーションって書いてあるところが、m y s q ルのグループレプリケーションというですね、効果要請を組める機能に変わってるのが i n o d b クラスターという機能です。えー、m y s q ルのグループレプリケーションという機能で、m y s q ルサーバーの効果要請を組んで、 で、そして、その MySQL サーバーへの接続を、この MySQL ール,ルーターという、接続をルーティングしてくれる、まあ、プロキシサーバーみたいなモジュールがあるんですけども、あのそちらを経由して、そのグループレプリケーション環境に接続をする。で、そして、これらの環境の構築とか運用を、この MySQL シェルというクライアントツールから、あの、簡単に行えるっていうのがですね。 毎月イノデイビークラスターっていう機能なんですが、そのイノデイビークラスターだとここがグループレプリケーションなんですが、グループレプリケーションではなく通常のレプリケーション機能を使ったものっていうのがこのイノデイビーレプリカセットというものです。で、こちらもですね、あの、レプリケーションの環境をすごく簡単に構築することができます。さっき話題に挙げたクローンプラグインっていうのを内部で使ってですね、あの、サーバーの複製も勝手にやってくれて、 マイスケーサーバーの複製も勝手に作ってくれて、レプリケーションの設定をやってくれるっていうふうな、あの、ものが機能化されてますので、もしですね、レプリケーションの環境を作るのちょっとめんどくさいなって思われてる方とかもですね、このイノデイビーレプリカセットっていう機能を今後試していただければと思ってます。で、そして、そのさっきですね、補足で話題に挙げた、マイスケーのイノデイビークラスターという機能をさらに拡張して、 災害対策の構成とかも取れるようにしたイノデイビークラスターセットっていうものも出ています。こちらは、あの、例えばデータセンターをまたいでですね、こうイノデイビークラスターの環境をそれぞれ作って、東京と大阪とですね、イノデイビークラスターの環境をそれぞれ作って、それをレプリケーションで結んでおくとか、そういうふうな構成がですね、簡単に作れるのがイノデイビークラスターセットという機能です。 はい、えー。続いて、ちょっとここから少し細かい、あの、機能改善にもなりますが、8.0.23というバージョンで追加された機能で、えー、GTID 無効ソースから GTID 有効レプリカへのレプリケーションというのが実現できるようになりました。m y スキルのレプリケーション機能ですが、現在はですね、GTID というのを利用したレプリケーションが主流になっています。 GTID っていうのはグローバルトランザクションアイデンティファイヤーというもので、グローバルにトランザクションを1位に識別できる識別子なんですけども、こちらを使ったレプリケーションっていうのが現在主流ですと。で、えー、現在、その GTID モードのレプリケーションが主流なんですが、まだ GTID モードを有効化していない、GTID を有効化していないレプリケーションを使われているユーザーさんっていうのもですね、やっぱり、あの、まだ結構いらっしゃいます。 じゃあ、そういう時に、じゃあ、その GTID が無効のレプリ、無効の環境から GTID が有効の環境に対してレプリケーションを組めるようになりましたよっていうのが8.0.23で追加されたこの機能ですので、これによって GTID を有効にした環境に移行することとかがですね、簡単にできるようになると、従来よりもやりやすくなるってうで、ね、そういった機能改善がされております。 はい。で、次に、非同期レプリケーションでの自動コネクションフェイルオーバーっていうのがありますが、レプリカからソースへの接続が失敗したときに、その別のレプリケーションのですね、えー、接続を自動的に構築するっていうのはこういうのがあって、まあ、グループレプリケーションにも対応ってですね、8.0.23で対応したって書いてますが、まあ、あの、主な使用ケースとしてはグループレプリケーションかなと。 あの、思っていますが、え、このですね、レプリケーション組んでいるときの、この、え、今こちらの図だと、左側のこの3台のサーバーソースで、右側にですね、え、レプリカがあるという状態ですが、ここのですね、あの、センダー1と書いてますけども、ここのですね、レプリケーションの接続が何だしかの理由で切れてしまったときに、え、センダー2の方にですね、こう切り替えると。 で、まあセンダーさんもありますけど、ここは重み付けができますので、ウェイトって書いてますが、ウェイトの高い方を優先して、レプリケーションのですね、新しいソースにするみたいなんですね、えー、こういったことができるようになっております。で、えー、まあグループレプリケーション以外でも、まああの大規模なあのレプリケーション環境で運用されていて、こう、えっ、ー、と、 もう、ええー、何台もマイスケルサーバーでですね、あの、レプリケーションを多段構成でしているみたいな、そういう、あの、ユーザーさんだとこの辺もですね、通常のレプリケーションであっても、この辺の、ええー、コネクションを自動的にフェイローバーするっていう機能、すごく役に立つんじゃないかなと思います。次に、えっ、ー、と、スキップス、えー、スレーブスタートのグローバル変数化と書いてますが、まあ、これは、あの、ええー、 レプリケーションですね。あ、実行してるときにすいません。ちょっと私が今一人や電気が自動的に消えちゃったんで、画面が暗くなっちゃいました。あの、私のビデオがですね、暗くなっちゃいましたが。はい、えっと、すいません。このスキップ、スキップスレーブスタートですけども、こちら、えっと、レプリケーションのですね、設定して、で、レプリケーションのスレッドを起動するときって、従来ですね、あのスタ、えー、スタート、レプリカ、 え、っていうコマンド、スタートスレーブっていうコマンドをですね。こういったものを利用していましたが、その辺ですけども、あ、すいません。えっと、その、えー、すみません。ちょっと説明がおかしかったです。ちょっと、えっと、もう一回説明し直させていただきます。えっと、このレプリケーション従来ですね。このサーバーを起動すると、自動的にレプリケーション用の IO スレッドとか s ー l スレッドっていうのが、えっと、起動していました。 で、えー、そ、そしてそれをですね、あの、起動したくないときには、その、えー、OS 上でですね、あの、コマンドラインで、その、えー、レプリケーションの、あの、スレッドを起動しないっていうような制御はできたんですけど、えっ、ー、と、その制御をやろうと思うと、その、OS の権限、OS にログインしているユーザーでないと、そういうことができなかったと。で、それをですね、あの、 OS にログインできない状態でも制御できるようにしましたよっていうのがこの機能改善です。で、えーまあ、特にですね、あのー、最近、こう、クラウドの環境を使われていて、で、えっと、あの、環境にアクセスするあの権限をフルでも持っていないユーザーさんがですね、普段データベースを触るみたいなケースも増えてきていますので、まあそういった時にですね、あの、OS にログインできる権限を持っていないデータベースを触るユーザーさんであっても、 ここのですね、制御できるようにっていうふうなところで、こういった機能改善がされております。はい。で、次に、マルチストレーターフライヤーのデフォルト有効化と書いてますが、えっと、こちら、レプリケーションの機能を使っているときって、えっと、この8.0.27よりも前のバージョンの前提でまずお話をすると、通常、 レプリカのサーバー側、更新処理を受け取る側ですね。更新処理を受け取る側のレプリカのサーバー側っていうのは、シングルスレッドで処理をしています。更新処理の反映をですね、シングルスレッドで処理をしていますえ。ということは、えーと、ソース側のサーバーはですね、マルチスレッドで動いているのに、えー、レプリカ側がシングルスレッドっていうところで、その、 レプリカ側の方がですね、あの更新処理に時間がかかってしまって、で、レプリケーションが遅延するみたいなことがですね、運用上、えー、起きてました。で、それをですね、あの、そういった問題に対処するために、マルチスレッド、 スレーブ。ちょっと従来はスレーブと呼んでたんですが、今はですねそう、スレーブっていう言葉を使わないようになってきているので、このマルチスレードアプライヤーという表現にこのスライドでもなってるんですが、えー、このマルチスレードアプライヤーという機能が出てきましたと。で、えー、そしてそのマルチスレードアプライヤーの機能があの出てきてですね、もう8.0でだいぶ機能改善もされてますし、えーと、もう一般的に使われるようになってきたと。 なので、もうこれをデフォルト化しようっていうことでですね、デフォルトでマルチスレッドアプライヤーが有効化されてますというものです。で、ちょっと補足として、真ん中に赤字で書いてるところをですね、ここをあ、あの、強調させていただきたいんですが、一応、あの、マルチスレッドアプライヤーの方式ってこう、2種類あってですね、コミットオーダーという方式以外にライトセットという方式があって、あの、ライトセット方式の方が、 一般、一般的にという、ちょっと言い切っていいか、若干怪しいのはあるんですけど、まあ、あの、大体の、あの、ワークロードで、ライトセット方式の方が効率的かと思いますので、で、ライトセット方式はデフォルトでは有効化されてないです。で、この辺のコミットオーダー方式とライトセット方式の違いとか、ちょっとその辺は私が過去にですね、あの、イベントで発表した資料の中でもちょっと情報をまとめているものがあるので、 こちら、あの、URL 載せてますので、またその辺ちょっと細かく知りたいよって方は、こちらの資料も参考にしていただければと思います。はい。えー、次に運用関連の改善ということで、えっと、リドログファイルを一時的に無効化する機能っていうのが8.0.21で実装されております。えー、この機能ですが、えっと、こちらはですね、あの、リドログファイルというファイルは、対障害性を 高めるために、高めるためにというかデータベースとしてあの一般的に必要な対象外性を実現するために、このリドログファイルというログファイルは必須のものですで。通常必須のものなんですが、それをあえて出力しないようにできるようにしたっていうのがこの改善です。で、なのでちょっとこの機能を使うときはちょっと注意をしてください。これはあの常にですね、えーと、この機能を使ってリドログを無効化していいというようなものではない。 です。あくまで一時的にリドログを無効化す、できますよというもので、じゃあどういうことを想定しているかというと、例えば、あの、新しくマイスケルサーバーを構築して、そこにデータをたくさん入れたいみたいな時ですね。そういう時って、えー、もしその作業をやっている時に何か障害が起きたとしても、もう一回作業をやり直せばいいだけですね。で、えー、そしてそのデータをですねあの、たくさんロードするような作業をやるときって、できるだけパフォーマンスがいい方がいいと。 で、このリドログファイルを無効化するっていうことは、あの、対障害性を高めるためにか、あの、普段書き込んでいるログを書かないっていうことなので、その分 IO が減るんですね。で、IO が減る分パフォーマンスが良くなりますよと。いうことで、一時的に対障害性を犠牲にする代わりにパフォーマンスを向上できるという、そういう機能なので、常時この機能を使うというようなものではないので、使いどころは 注意をしてください。はい。えー、次に8.0.21で追加された参照専用スキーマーということで、スキーマー全体を書き,書き込みを消してですね、読み取り専用にするっていう、そういうふうなオプションも追加されています。何か例えばメンテナンス作業をするときに絶対に更新されないようにするみたいなんですね。 で、あの、これデータベース全体だとですね、あの、従来からリードオンリーとかスーパーリードオンリーっていうですね、システム変数で制御したりできたんですが、あの、データベースのスキーマの単位でですね、制御できるようになったよっていうところの機能拡張です。で、えー、次に8.0.23ですけど、トランケートドロップのて テーブルスペースの性能改善っていうことですけど、まあ、これは、あの、イーーさんが何かやるっていうわけではなく、もう、あのー、単純にパフォーマンス、ここがすごく良くなったよっていう話なので、えー、まあ、あの、細かいところを補足しなくても、あの、今日はいいかなと思ってるんですが、まあ、とりあえず、あのす、すごく性能が、トランケートテーブルスペースとかですね、ドロップテーブルスペース上がってますよっていうわけですね。 はい。次に8.0.20ですけども、えっと、エラーログというですね、マイスケサーバーを運用しているときに何かサーバー側でエラーとか起きたら、このエラーログファイルっていうファイルにいろんな情報が出力されますけども、そのエラーログファイルは従来は OS 上のテキストファイルだったんですけど、それを SQL でもアクセスできるようにしましたよっていうのが8.0.22での改善です。これもさっきのですね、レプリケーションのあの、 知能改善の最後の方に話題に出ていた、えー、スレーブああ、スレーブって言っちゃダメですね。えっと、はい。レプリカ側のスレッドを自動的に起動しないように、ですねあの。制御できるようになりましたよ、みたいな、そういうのと同じような話題で、あの、OS 上にテキストファイルでログ出してる場合って、まあ、その OS にログインできないとそのログファイルが見れないということで、ちょっと普通にデータベースにアクセスする権限だけ持っているユーザーさんでもエラーログが見れるようにっていうですね。 そういったところを意識しての機能改善になっております。はい。えー、次に、ちょっとま、これ細かい話なんで、あの、もうさらっと流させていただきますが、あの、イノデビですね、えー、ページという単位で、えーの、データを管理してますけども、そのページの中に、あらかじめ、 空きをある程度取っておくんですが、まあ、これはあの更新処理が行われた時とかにアップデートが行われて、あの列、えー、その行のデータがですね、よ、あの、大きくなった時とかに備えてですね、ある程度の空きを確保してるんですけど、まあ、そこの空き領域のサイズっていうのも制御できるようになりましたよっていうものがあったり、あとは、えっと DDL ですね、えこれを並列処理でできる、実行できるようなですね、えー、できるようになっていて、それをコントロールする。 システム変数が追加されていたりとか。あとはパフォーマンススキーマという性能系の情報を見れるスキーマにですね、CPU 時間が見れるような、そういった情報が追加されてます。というふうな改善もあります。あとは、えっと、インスタンス、インスタントドロップカラムのサポート、インスタンスアッドカラムの制限緩和ということで、このインスタント なんとかっていうのは、この、えぇ、ー、ま、オンライン DDL という機能がマイスケールにはありまして、えー、DDL 分の処理。まあ、例えばここで書いているので言うと、オルターテーブルなんとかなんとかドロップカラムっていうことで、テーブルから列を削除するっていうね、そういう操作ですけども、えー、こういう DDL の操作を、えー、オンラインで、 マイスケサーバーは特に止めずに、なおかつそのテーブルに対する更新処理とかもブロックせずに実行することができるっていうオンライン DDL の機能ありますが、そのオンライン DDL をですね、あの、実行するときに、えっと、インスタントに高速に実行できる。インスタントにっていうのは、えっと、あの、メタデータの変更だけ先にやってしまってですね、で、えー、高速にその応答をユーザーさんに返すみたいな、そういうふうな、えっと、ざっくりとはですね、そういうイメージの機能なんですが、はい、えっと、その、あの、 インスタント DDL の機能の中にですね、ドロップカラムもサポートされましたよ。で、さらにアッドカラムで、えっと、従来はインスタントアッドカラムをした場合は、テーブルの一番後ろ、一番最後の列にしか列の追加できなかったんですが、自由にどこにでも追加できるようになったよっていう改善もされています。はい。で、それ以外にもですね、非表示カラムという、通常、あの、見えない、 存在はするんですけど、通常は見えないような列を作ることができるとかですね。と、主キーをですね、自動的に振るときに、主キーを自動的に振る機能っていうのはちょっと他にもあるんですけども、その自動的に割り振っている主キーの列を見えなくする、インビジブルなですね、プライマリーキー。自動生成されたインビジブルなプライマリーキーをつけるっていうですね、こういった機能なんかも実装されています。 で、また、MySQL Server、今以外にも、MySQL Shell というですね、クライアントツール、こちらにいろいろと機能改善されていて、機能改善、機能追加されていて、非常に便利なので、いくつかご紹介したいんですが、まず、えっと、データをダンプしたり、ロードするユーティリティっていうのが8.0.21で追加されています。で、これ、あの、従来から使われている MySQL ダンプという機能でデータを抜き出したり、ロードするのに比べて、非常に高速で速いです。 はい。なので、ぜひですね、あの、今後、データをマイスケルサーバーから抜き出す、えー、別のサーバーに移行するという時には、このマイスケルシェルのデータのダンプやロードのユーティリティをお使いください。こちら、えっ、ー、と、我々の、あの、カヤチームのブログの中で公表しているベンチマークの、から抜粋してますけど、えー、これ、緑色がマイスケルダンプのスループット。で、この、えっ、ー、と、ピンク色ですね。これがマイスケルシェルの ダンプロードの機能のスループットで、左側がダンプ時間、データを抜き出す時間のベンチマーク。右側がロード時間、データをロードする方のベンチマークです。で、えっと、ちょっとま、細かいところの説明は、ちょっと時間の関係もあって割愛させていただきますが、もうパッと見てですね、桁が違いますね、このグラフのスループットの。1秒あたりにロードできているデータ量が39メガバイトになったのと、1092メガバイトみたいな感じで、もうえと2桁違う数字が出てますので、 圧倒的にこの MySQL シェルの機能の方が早いのでですね。ぜひ今後はこの MySQL シェルの機能をお使いください。これはあの並列処理ができるのでこんだけ早いようになってるんですが、非常にこちらが早いです。で、他にもですね、テーブルデータを CSV とか TSV でエクスポートできるユーティリティっていうのがあったりとか、MySQL s e r ー e ーのいろんな情報をですね、こう、の 収集、コマンド一つで収集できるような、そういった機能なんかも実装されています。はい。えー、そしてですね、えー、続いてこの8.0.28以降にバージョンアップする際の注意事項ということで、えー、この8.0.282930とかを使いいただくときにですね、ちょっと注意していただきたいことが一つあります。 というのは、この、えっと、MySQL のですね、ダウンロードパッケージの署名に使用されている、この GNUPG キーというものですね。これが、あの、有効期限がですね、えー、以前のものがもう切れているので、なので、えっと、8.0.28でこの GNUPG キーというこのキーを更新しています。で、その関係で、あの、従来の、あの、 えー、やむリポジトリを使ってですね、あの、アップグレード処理流したりすると、ここでエラーになってハマる可能性があるので、なのでですね、えー、この8.0.28よりも新しいバージョンにアップグレードするときには、まず、えー、アップ等ーとかやむのリポジトリは最新のものに更新するとか、もしくは、えー、このキーをですね、あの、新しいキーをダウンロードしてキーリングが追加するといった対応が必要になりますので、こちら、ご注意ください。 はい。で、えっ、ー、と、今ですね、そしてこの話をしているときに、えっ、ー、と、ちょっと、o o m でですね、参加していただいている方から、えっ、ー、と、ちょっと一つ、チャットの方で質問をいただきましたので、ちょっとそちらにも触れたいなと思います。えー、MySQL を普段使いしていないのでよく知らないんですが、ログをローカルファイルでなくテーブルに格納した場合、 セレクトに便利なカラムがあったり、抽出に便利な機能があったりするのでしょうかというご質問をいただきました。はい。えっ、ー、と、そうですね。そういう意味で言うと、あのー、あります。はい。で、えっ、ー、と、まあ、えー、まあ、そんなにですね、正直なところカラムがめちゃくちゃ分かれてるわけじゃないんですが、まあ、分かりやすい話で言うと、えっ、ー、と、時間の情報ですね。タイムスタンプの情報で、えー、列で絞り込みとかができたりするので、 なんで、まあ、あの、SQL でログを検索できるっていうのは、まあ、それはそれで便利ですね。あの、ウェアアクで条件をつけて、その列に対して条件をつけて絞り込めるので、まあ、時間帯絞ってログをセレクトで取り出すとかですね。そういったことができますので、えー、そういう、あの、えー、利便性も上がってるかなと思います。はい。で、えー、すみません。次のスライドに戻らせていただきます。 はい。で、8.0.27の注意事項ということで、さっきちょっと途中話題に挙げた通り、8.0.27でデフォルトでマルチスレードえーアプライヤーという表現でちょっとあのスライドでは書いてましたが、あの、マルチスレードえーレプリカが有効化されているのでですね。で、なので、あの、基本的にはこれはいいことなんですが、ちょっと運用時ですね、従来の レプリケーション環境と比較したときにですね、気をつけた方がいいかなっていう、あの、従来の環境での運用に慣れている方はですね、ここを気をつけた方がいいかなみたいなことが、え、あって、その辺がですね、こう、えー、ブログ記事でまとめてくださっているものがあったりするので、ぜひ、あの、このマルチスレード、え、レプリカーの機能を使うときにはですね、一回このブログ記事見ておくといいかなと思います。 はい、えー。続いて、ここからちょっと話題が全然変わります。えー、今まではですね、通常の MySQL のお話でしたが、えっと、この次の話はですね、オラクル社のクラウドサービス上で提供している MySQL のマネージドサービスに関するお話をさせていただきます。で、そして、オラクル社のクラウドサービス上でっていうふうなあの話を今したところなのに、ここのスライドのタイトルが MySQL HeatWave on AWS 発表ってなってるってですね。え、ちょっとそれどういうことなんだっていう話なんですが、え、あの、MySQL HeatWave というサービスがオラクルクラウド上で今、あの、使えます。で、MySQL HeatWave どんなものかって補足はこの後スライド入れてるんですが、あの、そのサービスですね。ま、非常にあの、評判がいいんですけども、え、そのサービスを今後、他社クラウド上でも使用できるようにっていうふうなことで、ま、具体的にあの、AWS 上で,ですね。 AWS 上で使用できるようにするっていうことを今,、えー、今月じゃないですね。今日もう10月なので、えー、先月9月のですね、あの、決算報告の場で、オラクル社の創立者であります、ラリー・エリソンが発表しております。はい。で、えっ、ー、と、こちらはですね、あのー、この発表されて、で、まあ、プレスリリースも出ているんですが、あの、現時点ではまだですね、あのー、一般、 的に利用できる状態にはまだなってなくて、ちょっと NDA を結んでいただいたユーザーさんだけ先行して使えるっていう状況なんですが、あの、まもなく一般リリースされる予定になってます。で、まあ、いつリリースだーみたいな話とかって、えっと、まあ、我々はあの明確には言及できないあの立場ではあるんですが、えっと、今月ですね、あの、今月の中旬、10月のですね、えー 17から21だったかなその、えーえー、17の週にですね、ラスベガスであの、オラクルクラウドワールドという大きなイベントが開催されます。で、そこで予定されているセッションに、このマイスケルヒートウェブ o ン AWS のセッションっていうのも用意されてますので、おそらくそこで、えー、もっとあの詳細な情報が発表されたり、 とかですね、えー、リリースのメド的な、あの、ものとか、そういったものがおそらく出てくるんじゃないかな、という状況ですので、なのでですね、えー、今月下旬ですね、あの、OSC、OSC の、あの、オンラインホールが開催されますけども、10月28日、29日なので、最新の情報がそこで提供できる可能性があるかな、と思っております。 で、えー、そして、この、いそもそもヒートウェーブが何なんだっていうところですね。この辺をちょっと補足しておきたいんですが、この MySQL ヒートウェーブというのは、MySQL データベースサービス専用のクエリーアクセラレーターという表現してますが、えっと、マネージドのデータウェアハウスサービスと思っていただいて大丈夫です。MySQL ベースのマネージドのデータウェアハウスサービス。で、そして、オラクルクラウド、現、現時点ではですね、オラクルクラウド上でだけ提供しております。 で、このヒートウェーブですが、インメモリでデータを持ちまして、で、超並列処理ができるアーキテクチャになってまして、読み取り処理が非常に早くなります。で、こちらはですね、ベースとなっているしっかりした技術がありまして、オラクル社のリサーチ研究部門であるオラクルラボというチームで長年研究していたラピッドというプロジェクトがあるんですけども、そのプロジェクトの研究成果が応用されています。長年ですね、こう、えー インメモリでデータをいかに効率的に扱うかっていうことを研究していて論文とかも出しているんですけどもその研究成果をじゃあいざ製品サービスに落とし込もうってなった時になぜかマイスケールが選ばれましてでこのマイスケールと統合されてマイスケールヒートウェーブというものが新しく出てきたという形ですで t p c h というデータ分析系のベンチマークでですねあのトイリーの処理性能を比較したところ AWS さんのオーロラと比べて1000倍以上高速でコストが3分の1以下、レッドシュートと比べて2.7倍高速でコストが3分の1以下といった結果も出ております。で、このベンチマークをですね、ユーザーの皆さんでも再現していただけるように再現手順も公表しているということで、こういうですね、あの、まあ、ベンダーの言う数字どこまで信用していいんだっていう話はあると思うんですが、実際に皆さんでも試していただけるようにですね、いろいろと情報公開もしてます。 で、こういうやり方を、あの、再現手順まで公表してみたいなことって、あの、オラクル社としても異例のことというか初めてのことって社私も社内で聞いてますので、まあ、それだけオラクル社としても非常に自信を持って力を入れてですね、えー、このサービスについて情報を出しているという状況です。で、そしてですね、あの、このサービスは2020年の12月にサービスがリリースされたんですが、その後も積極的に機能開発されていて、まあ、随時いろいろとあの機能アップデートあるんですけども、え 特に大きめのアップデートが2回ありまして、去年の8月にマイアスケールオートパイロットという名称で、運用管理を楽にしてくれるいろんな自動化機能とか、パフォーマンス向上につながるような各種の機能とかですね、そういったものがまとめてリリースされましたし、あとは今年の3月にヒートウェーブ ML ということで、マシンラーニングですね、機械学習の機能っていうのもリリースされてます。 で、このマイスケルヒートウェーブ ML を使うとデータベースだけで機械学習を実現できる。で、さらにその ML の機能を使うために追加料金もいらないというですね、えー、こういった、えー、の新しい機能も実装されてます。ちなみにこのヒートウェーブ ML に関連する話はですね、あの、私がえっとちょっと過去の,あの違う、えー、違う開催でのあの、OSC でテーマにして発表した ことがありましてその資料と動画も公開してますのでもしこのヒートウェブ ML が気になるという方はですねちょっとそちらもあの探していただければなと思ってますはいでこのヒートウェブの特徴ですがまずマイエスケールマイエスケールベースの,あのデータウェアハウスサービスですのでマイエスケールウェザーが簡単に使えますよと というところです。で、マイスケール8.0ですね。マイスケールの最新版であります。8.0をベースにしてますので、8.0で、イス s ール8.0で動いているアプリケーションであれば、マイスケールヒートウェーブにも簡単に移行できます。で、そしてこのヒートウェーブはですね、フロントに通常のマ m スケールが存在して、後ろにですね、ヒートウェーブ用のノードが存在するというようなアーキテクチャになってるんですけども、その、 フロントに存在するマイスケルで今まで通りデータの更新とかもできるので、いわゆる OLTP 系の処理、トランザクション、細かいトランザクションを大量に実行するような処理も実行できれば、データ分析系の処理、OLAP の処理もですね、両方の処理を一つのマイスケル環境で実現することができます。 で、さらに、通常のマイスケルのレプリケーション機能も使えますので、え既存のマイスケル環境に、例えばデータがすごく溜まってる。で、それを分析したい。そういう時に、従来であれば ETL ツールを使ったりしてデータを抜き出して、データウェアハウスサービス環境に入れてですね、データウェアハウスに、えー、よくあるのは夜間バッチで1日のサブのデータを振るほどしてみたいなことがよくありますが、えー、そういう運用しなくても、通常のマイスケルのレプリケーションの機能で随時データを連、 あの、連携できるので、運用も楽になりますし、リアルタイム性が上がると。もう、日中、すでにですね、データを同期できてますんで、例えば、従来であれば、昨日までの売上データしか分析できなかったけど、このレプリケーション機能でデータ連携しておけば、もう今日の売上データをですね、すぐにリアルタイムで検索できるみたいな、そういうふうにですね、データ分析の利便性っていうのがより上がるかなと思います。 で、そして非常に安いですと。データウェアハウス系のサービス、まあ、クラウド上で利用できるデータウェアハウス系のサービス、いろいろありますが、このマイスケルヒートウェーブ、非常にコストパフォーマンス高いです。最初構成で月額約6万8000円で 800GB までのデータを扱えるようになっています。 で、えー、また、あの、課金の体験もサーバー起動時間に対する課金で、あと日本円による契約ですので、あの、コスト管理や予算取りもしやすいかなと。最近はちょっと為替の変動が激しくて色々、いろいろ、そこで悩まされている方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、契約が日本円なので、えー、短期的にそこの影響を受けないような、そういうふうなものになっています。 で、ヒートウェーブ使うときですね。まあ、さっきちょっと口頭で話題にあげましたが、このヒートウェーブ使うときにはフロントに普通にマイエスケールが存在して、その裏側にですね、このヒートウェーブノードっていうのが存在し、で、このユーザーはですね、えー、通常にこのフロントにあるマイエスケールにアクセスして、今まで通りマイエスケールで実行できるエスケールを投げれば、ヒートウェーブノードで高速化できるものが勝手に速くなるっていうですね。勝手にここバックグラウンドで、 受け渡しをして高速化してくれるっていうのはそういうアーキテクチャになっています。はい。なので、まあ非常に簡単に使えますねと。で、ちょっとまあ見積もり例なんかも入れてます。さっきまあ約6万8000円っていうですね、お話をしたのが大体こういう風な構成ですよっていう、まあちょっとこの辺は、えー、今日はいいとして。 はい。で、そしてこのヒートゲームなんですが、あの、実はトヨタ自動車様もかなり注目してくださっていて、えー、詳細な POC を昨年実施してくださってます。で、その、えー、詳細な POC を実行した結果のサマリーを我々のイベントでも発表してくださっていて、で、その資料からちょっと抜粋して、このサマリーのページ、えー、サマリーを発表してくださった、さらにサマリーのページなんですけど、はい、あのー、ここですね。で、 データウェアハウスとしての基礎性能を TPCH というデータ分析系のベンチマークで比較して、で、比較代償が A ってことで、データウェアハウスサービスってことなんですが、まあ、あの、某有名なクラウド上で動いているデータウェアハウスサービスと比較して、で、まず同じぐらいのスペックの環境を用意されて、ヒートウェーブの方がほとんどのクエリで2から30倍高速でしたと。 で、そして同じぐらいのスペックの環境を用意するために利用料金の差があるので、その利用料金の差も考慮する、考慮すると、ヒートウェーブの方が6倍以上コスト効率がいいよねっていう結論を、あの、トヨタ自動車様が出されてるいる状況です。で、まあ、あの、実はトヨタ自動車様は、ここのサマリーのコメントのにですね、ここ、 前半に一言あるようにですね、大規模データ IO に課題はあるものの、おおむね良好な結果を得たということで、このトヨタ自動車様が今想定していただいているこのヒートウェーブの使い方はですね、もうかなり大規模なデータを使うことを想定しているので、あの、データを最初にヒートウェーブにロードするところですね、そこの時間をもうちょっと短縮できるような機能改善してほしいっていうリクエストを今いただいてまして、今、あの、我々の開発チームですね、そこに取り組んでます。 で、えー、実はさっきあの、オラクルクラウドワールドっていうメイドが今月開催されますよっていうお話しましたが、あの、そこでおそらくその辺に関連する新しい機能の発表も出てくるんじゃないかなという状況です。はい。ちょっとあの、まあ、私は社内的にあの、ある程度聞いてる話はあるんですが、あの、まだ言っちゃいけないコンフィデンシャルな話なんで、あの、早くあの、発表したいなってワクワクしてはいるんですが、えー、ぜひ、あの、今後の ですね。新しい発表にも期待していただければなと思っています。はい。で、ここで、えっと、またちょっと、あの、ズ、えームのチャットの方でですね、ちょっとご質問いただいているので、ちょっとそちらに触れたいと思います。もう残る時間はあまりないですが、えっと、ヒートウェーブのインメモリ超並列処理というのは、ストレージ領域への読み書きなしで稼働するとよりかいと正しいでしょうか。えー、っとですね、えっと、そういう意味で言うと、データの永続化をするためには、このフロントにあるマイネスケールでデータを永続化してます。 で、えっと、あと、ストレージの、えっと、読み書きなしでっていう意味で言うと、実はバックグラウンドでオブジェクトストレージに、あの、データを書き出すっていうような処理をやってはいますが、えっと、それによって、あの、処理が遅延するっていう、ような、あの、話ではないです。ちょっとここはもうちょっとアーキテクチャー、あの、細かく補足しないと、えー、説明しきれないかなというところがあって、ちょっと残り時間との兼ね合いがあるんですけど、えっと、その、とりあえず、 お伝えしておきたいのは、その、えー、更新処理を行ったときにですね、あの、更新処理はこのフロントのマイスケールの方でされてるので、で、データの永続化はここで担保されてるので、えー、ここのヒートウェーブノードは、えっ、ー、と、例えば、あのー、そのままデータが一回飛んでしまっても、えー、大丈夫なアーキテクチャになっています。っていうところで、ちょっともしかするとご質問いただいた方の、あの、意図に沿った回答が短時間でできてないかもしれないんですが、 はい。えっ、ー、と、そういうアーキテクチャになっております。はい。ええー、すみません。で、えー、あとヒートウェーブのですね、ユーダさんの事例のスライドちょっと入れていたりとか、あと、ヒートウェーブというのはこの、オラクルクラウド上で動いているマイスケールのマネージドサービス。 今日ですね、あの、統合されたサービスなので、その、マイエスケールのマネージドサービス、オラクルクラウド上で動いているマイエスケールのマネージドサービス自体のスライドも少し入れてます。まあ、非常に高性能で、えー、低価格でサポートも非常に手厚いですので、えー、ぜひですね、あの、マイエスケールのマネージドサービス、オラクルクラウド上でも提供してますので、ぜひ皆様ご利用いただければと思ってます。 で、あと最後にお知らせです。この後12時から、あの、さっきは台に上げたヒートウェーブを実際に触っていただけるような、えっと、半蔵会も、えっと、私の、あの、独自企画で、えー、や、あの、用意してますので、えー、もし興味ある方、あの、コンパスの方アクセスしていただくと、あの、参加するための URL、えわ、ー、かるかなと思いますので、えー、ぜひ飛び入りでも構いませんので、あの、来ていただければなと思ってます。こちらは、あの、YouTube 配信はしないです。クローズな、クローズドな、あの、半蔵会ですので、気軽にご参加ください。 はいその他、参考情報入れてます。この辺はもういいですね。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、山崎さん、どうもありがとうございました。あの最後にご案内がありましたように、このあと会場を変えてですね、ハンズオンということで、まあ、見てるだけでもいいですかね、飛び入りで、ね。そうですね、飛び入りであの見るだけでも全然構わないですので、ねはい、あと、ね、なんかあの質問したかったけど、今できなかったっていう方、来ていただいてもいいですので。はい わかりました。はい、あの、参加の方法はコンパス経由で、えー、見ていただければと思います。はい。では、えー、11時のセッションは以上で終わりにしたいと思います。山崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。